はい、炭酸水好きな俺の、シュワシュワ動画。今回、じゃん。アルプス、南アルプスの天然水、あの、サントリーの天然水ですね。がですね、スパークリングバージョンになったという、ね、新発売。スパークリング。になったと。ということで、おおと思って、ね、買いました。値段がコンビニで売ってたんで、105円だったかな。で、買いました。こちらは原材料名水、過去香水と、炭酸と書いてあります。そうですね。あとは特に、書いてないけど。あれは？高度は？ああ、高度約、30mg バーリットル。なんで、軟水です。ね、これがね、ちょっとね、おおと思って。で、この後ろ見て、その水と炭酸だけって書いてあるんで、おこれはいけるなと思ったんで、買ったんですけど。さあ、どうですか。まあ、それなりに炭酸は入ってるか。では、いただきます。うん。うん。うん。そうですね。ウィルキンソンの炭酸よくは強くないですが、炭酸はちゃんと感じられますね。うん。ほぼ無味。これは美味しいです。うん。まあ、炭酸なので、若干酸味があるんですけど、うん。これ美味しい。これ美味しいですね。無味。これは無味です。あの、前回のロケッタのあれに比べると、全然、あの、何もないです。うん。ああ、これ美味しいな。うん。これは割り材にいいかもしれん。ウィルキンソンの、と、比べると、いいですね。美味しいです。うん。うん。ただ、ちょっと炭酸が弱めというか、うん。いや、決して弱くはないんですけど、強くはないかな、という感じでしょうか。ビルキンソンが多分弱いとは思う。うん、思うね。そこを考えると、うん、まあ、でも、ね、このサントリーの天然水、この南アルプスの天然水ですが、うん。これは、個人的に結構好きなんで。ね。うん。まあ、これからどんどんこの、他にほら、イロハスとか、イロハスの炭酸とか出てくれればありがたいんですけどね。うん。うん。これは普通に美味しいですね。うん。きめ細かい炭酸。うん。採水地が山梨県の北なんとか市白州町だそうです。うん。まあ、個人的にね、炭酸水ってね、じゃあ炭酸水ちゃうわ。通常の、まあ、ミネラルウォーターですね。で、買うのが、この、サントリーの天然水。か、もしくは、なんだっけ。あれ、なんだっけ。丸い、青い、丸い。あれ、なんだっけ。
なんだっけな。あの、アルカリ性、アルカリイオンの水だ。を買いますね。まあ、ほぼ買わないですけどね。あの、普通の水は。うん、ミネラルウォーターはね、ほぼ買わないです。買うこと、まあ、ないですね。だって、何で割るんですかっていう話。あの、まあ、大体の場合、ね、ウイスキーで割るとかあるんですけど、ウイスキーで割るんだったらやっぱ炭酸水の方が絶対割るんで、通常の水で割るってことはまあないです。多分なんか、あ、やっぱ酸っぱいのかな。多分炭酸のせいだと思うんだけどな。この酸味は。炭酸がこう、シュワシュワってこう、舌に当たるから多分、それでなんか酸っぱいって勘違いするのか。いや、勘違いするっていうか、もともと炭酸だから、酸性だからな。炭酸は酸性だから、しょうがない。うん。だから、アルカリイオンの水を炭酸にしてもらう。炭酸バージョン、スパークリングにしてもらったり、できればなぁと。あと、イロハスとかね。まあ、イロハス、うん。イロハスの良さは、まあ、ペットボトルをぐしゃって潰せるところですからね。うん。まあ、コスパ的に考えると、やっぱこのサントリーの天然水はかなり、ね、安いですからね。うん。ということで、サントリーの南アルプスの天然水、スパークリングは、四つ星です。これ美味しいです。うん。ただちょっと、まあ、まだやっぱりウィルキンソンの方が安いんで。ウィルキンソンだって79円ぐらいで売ってますからね。89円だったっけ ?79 円だったっけ多分そんぐらいで売ってますもんね。まだやっぱこれ新発売なんで。まあ、仕方ないかな、という感じでしょうか。うん。それではご視聴ありがとうございました。